たいとか言ってごめんなさいごめんなさいごめんなさい。おお、やめてよ。結構全部引っ張っちゃった。ごめんなさい。痛い、もっと痛い、痛いとか言ってくよ。何も言わなかったから、ごめんなさい。なんか本当にただただ俺が痛くしちゃったみたいな。ごめんなさい。本当だよ。オリックスマーケットです。ねえ、もう今日でね、結構サッピリオロ。よろしくお願いしますということでね。お願いします。痛かったでしょ。ごめんなさいね。はい、ということで今日は商品紹介でございます。はい、ございます。久しぶりのこのブランドでございますね。はい。久しぶりでございます。どうもご無沙汰します。ご無沙汰してます。でも本当やっぱ人気ですね。うん。取り扱い店も増えたみたいで。うん。飛ぶ鳥を落とす勢いですか。まあ鳥のブランドなんですけど。おお。鳥って言ったらダメですね。はい、これ絶対怒られるな。ちょっとこれカットでもらって、はいはい、ということで、バタシさん、じゃあいつものちょうだい。じゃあ行きましょう。ゆたくん、はい、ブリッジよりサンドイーグル叩きオーバーレイスペシャルメイク各種のご紹介でございます。ありがとうございます。ということでですね、叩きですね。はい、叩きです。各種っていうのは、右向きと左向きでね、ご用意させていただいております。そしてスペシャルメイクと申しましたが、スペシャルメイクはね、基本的に通常オーダーが不可となります、デザイナーの気が向いた時にね、制作意欲が高まった時にデザイナーが自由に作る、それがスペシャルメイクでございます、で、まあ同じものもまた気が向いたら作るよっていう体制です。ワンメイクっていうのはもう完全に一点もまあこれの場合はそうじゃないと。だからまあある時は買い時っていう感じですか。そうです。長年ブリッジ売ってますけど、はい、スペシャルメイクですって言って、1個だけ作って売れてもう作ってないのいっぱいある。そうだからもう本当に又さん言われたようにある時がチャンスでございます。はい、ということでこれオーバーレイという形で紹介させていただいたんですけど、オーバーレイってあんま聞かないよね。はい、ということでオーバーレイというものをちょっと説明させていただきます。はい、お願いします。はい、このオーバーレイとは2枚の銀のプレートを重ね合わせる技法です。2枚のうち上層となるプレートをデザインに沿って糸のこで切り抜きます。そしてこれを下の層のプレートに貼り合わせます。2層になることにより立体感、奥行きを表現できるもので、インディアンジュエリーの世界ではホピ族がね、得意としているものですね。そしてさらに下の層にはこのイーグルね、タガネによるスタンプワークで表情をつけることにより作品に深みを足しております。でね、イーグルとあのサンの部分、黒い部分ですね、これあのいぶしで、仕上げられてます。ブリッジのね作品でいぶしが最初からあるのってコインのペンダントと、あといぶしを入れてくださいって言った時だけなので、基本的にも入んないんだね。入んない。でこれね、日本人の方でやってる方って少ないと思います。めちゃくちゃ少ない、なんでね作る人そんないないのかって、僕なりにも考えました。やっぱ1層目を切り落とす際に1点でもミスしてしまうと、その時点で作品が台無しとなるんですよ。基本的に儲けを重視してるブランドはしない。なるほどね。ほんとこんなことしない、リスキーだもん。確かにね、1個のミスが命取りなわけだ。これは本当にね、ブリッジの作品の中でもかなりね民族感が出てるというか。そうだね、ホピ族、ホピ族、こんなことが人の手でできるんだね。これを作ってる風景をインスタに載せてるじゃないですか。お客様から連絡来ましたもんね。なんか指紋の部分より細かくねみたいな。まあだからスペシャルメイクではあるんですよ。そうだね、これを量産でポンポンは作れないだろうな。重ねてる、重ね合わせてる。そう、2枚のプレートを重ね合わせてる、絵柄を切り抜いたプレートと、そう、重ねて立体感を出してる。いろんな技法があるんだね、でそんな技法も使いこなせるというか、やれるデザイナーの懐の深さですよ。何でもできますねこの人。本当ね、すごいわ。技術力の高さたるや。これってなんかもうやっぱ作る工程からずっと見てほしい作品ではあるんですよね。このアイテムを作ってる
風景がね、うん、インスタで見れるので、うん、まあ写真で、うん、だけどね、だっていう面白くないですか。あこれってこういう風にできてんだみたいな。そうだね。そういうのがね今のところブリッジではできるんで、うん、このアイテムってこうやって作られてるんだっていうのが一枚一枚こう確認できるっていうのは恵まれてると思います、うん、はい、家庭を楽しめるっていうね、うん、なるほどね。でね、あのこれ一点付けでもいいし、僕はちょっとフェザーに合わせてもらってもいいですね。なるほどね。今こうやってほら、あの矢尻とフェザーをこう合わせてるんですけど、うん、このスタイルでなるほどしてもらってもいいかなと思いますし、オーバーレーンのやつ僕も気になってるんで、うんうんうん、気になってるアイテムがありすぎてちょっと無理なんですけど、うん、もう首のまーらんまーらん。そうそうそう、やっぱスペシャルメイクを店員が買うっていうのはねちょっと引けるので、ね、あ、まあなるべくねお客様の元に届けたい。これはでもぜひ、じっくりと、手に取って見てみてほしい作品ではありますね、うん、いろんなものと比べてもちょっと特殊な見た目というか、うん、まあ、作りもそうなので見てても結構飽きないと思います。楽しいですよこれ、ただ見るだけでも。この見た目としてもね、ほら、重ね合わせてる裏下の方っていうのはイブシが入ってるわけでしょ、うん、そのね、イブシとのこのコントラストっていうのも、全体にただいぶしを入れて磨いただけのものとはちょっとまた違ったコントラストの出方があるのよ、うん、真っ黒ですもんね。そうそうそう、叩いて、そう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 、スタンプワークでちょっといいのに高値でね立体感出しちゃう。大丈夫、ちゃんと刻まれてあるわけですよ。俺2層目フラットだと思ってました、うん、だからそういうのをじっくり眺めるのもよし、鑑賞用としてもよし、アクセサリーとして身につけるもよし、うん、日本のインディアンジュエリーブランド界隈に言えることなんですけど、うん、やっぱね、もうここまでのこだわりを持って、うん、ハンドメイドで作るっていう職人って、うん、もうほんと数えるぐらいしかいないし、うん、おすすめです、うん、だけどこれがもうほんともっとより多くの人に知られてしまうと、うん、知られてしまうとっていう言い方もあれだけど、うん、このようにデザイナー本人が作ったものが手に入るかどうかわからなくなる可能性もある。あるあるあるし、まあスペシャルメイク、ワンメイクっていうものはもちろんこれからもデザインなんか手掛けますよ、うん、ただブランドとして大きくなったら、うん、抽選販売とか、うん、まあ、イベント限定販売とかになりかねるので、それは今ハンドメイドって言って歌って作ってるオリジンのフェザーとかも全部そうです。デザイナーとも話してたんですけど、うん、もうオリジンって言われるシリーズ月何本を超えたらちょっと制限かけますっていうのはもう言われてるんですよ。そうだね、うん、だからまだそれをギリギリ超えてないんで、うんうんうん、まだ大丈夫なんですけど、まあ、ハンドメイドっていうのはそれだけね、完全ハンドメイドっていうのは大変なので。そうだね。でいてこの値段はもうちょっとびっくりされると思いますよ、うん、チビ店長がデザイナーだったら25万取りたいまあね、手間とかも考えるとね、うん、はい、ということでぜひおすすめです。この機会を見がのがお見がのお見逃しなく。以上、フリークスマーケットでした。またねー。